ゆりさん、郵便です。郵便です。急を要するご相談がありまして。星山さん、ちょっといいですか。どうしたんですか。ちょっと聞いてほしいんですよ。ちょっと、全く新しい構想のスーツができたんですよ。ファッショントラウマなってところで修行中に星野さんが、星野さんじゃない、タイガーがね、あの今回のスーツはすごいっていうので、そのまま道場から来ちゃったんですよ。ただ素材なんですよ。できれば全く新しい、なんかテクノロジーを利用したこう素材っていう、まあ、ハイテク素材がいいんですよ、できれば。ストレッチ効いてシワにならなくて、撥水性があって、で軽くて、で春夏で、だけど色は黒とか紺とか、そういう割とシックな、スポーティーな感じですよね。出張が多いビジネスマン、本当にもうこれさえあれば日本全国飛び回って、ね、世界中戦えるぞっていう、戦えるっていう、そういう素材とかってないですかっていうのが、今日のご相談なんです。実は、ちょっと強そうなのがありそうなの。あるんですよ、持ってきます。さすがすごいな、ヒーローの人みたいだな。あるんですか。あります、あるんです。早いな、ちょっとこれ強そうなんです。ちょっと大丈夫。え、こんな扱いしていいんですか。ストレッチすごい効いてますね、これ。めっちゃいいじゃないですか。縦横ストレッチ入ってます。すごい。何するんですか。あ、嘘でしょ。復元力も半端じゃない、ちょっと待って、戻ってます。全然ダメージないじゃないですか。そうですね、これ不屈のスーツになるな、これ。これすごいな。いやでもこの生地があるんだったら、ラインはいつもと一緒でいいですね。はい、形はめちゃくちゃイケてる今までの超最強スーツを踏襲していただいて、全く新しいその価値観のものをですね、お願いしたいと。はい、わかりました。はい、あとムーンサルトプレスも打てるんですよね。あ、その辺はもうチョップとかチョップとか、ね、キックとか、そう、どんな戦い、いつでもカウント 0.1 ぐらいで返せるような。あ、それいいですね。お供のためのスーツ、それをぜひ、はい、一緒に作っていただきたいと。了解しました。よろしくお願いします。大丈夫です。てか、しょうがさんですよ。できましたかね。どうですかね。お待ちしました。おー、こんにちは。ようやく完成ですか、もしかして。タフなスーツが完成しました。いいスタ見せていただいて。オーラありますね。めちゃくちゃいいじゃないですか。仕上がり感最高ですね。強そうだな。早速ちょっと着てみていいですかね。はい。めっちゃいいです、これ。マジっすか。すっごい動きやすい、もう。うわ、ヒンズ使ったわ。軽やかに結構タイガーステップも全然いけちゃう感じですごい。え、でも復元力半端じゃなくないですか。いや、こんだけ動いてシュッてやれば、ほら、めっちゃいけてますね、これ。ハイキックもできちゃいます。すごい。ファッショントラゴンもね、着るべきですよ。タイガーいいんですか。もちろん。このクラシックの方をちょっと着てみてください。シュッ。あ、なんだこれ、なんだこれは。トレーニングウェアみたいな、ジャージみたいな感じですよね。なんかね、走り出したくなる、ね、特徴としてはやっぱり生地がツーベースストレッチ、あと裏地も実はストレッチを使ってますので。なるほど。表地の動きを殺さないように。やっぱりポリエステルだとどうしてもこうベタッと安っぽいイメージがあるんですけれども、こちら発色性も良くて、深み、陰影感、非常に高級感がある。今度発色もいいですもんね。そうですね、この黒の発色もいいですしね。はい、あとまあ滑らかさとソフト感がありながらも、やっぱり形態、回復性、この辺も優れてますので、あっという間にシワも戻ってしまうと。ですよね、多少の雨とか全然 OK ですよね。そうですね、パンパンみたいな、すごい。でもこれ名前どうします。もう超最強じゃないですよ、これ。そうですね、旅行けるじゃないですか、はい、まあ、トラベル、でタフじゃないですか、でテクノロジー利用してるじゃないですか、TTT ですね。 TTT?不屈のスーツ TTT。 不屈のスーツ TTT。 今回はこれでいきましょう。超最強をある意味しのいだ不屈のスーツ TTT。 じゃあ不屈のスーツ TTT で。はい、TTT の1個タイガーにしてもらっていいですか。いいですよ。ダメですか。タイガータイガータイガーでいいですよ。タイガータイガータイガーでね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。
ということでいかがだったでしょうか。いきなり謎のファッションタイガーが登場して皆さんびっくりしてるかと思うんですけれど、実際のスーツはですねめちゃくちゃかっこよく仕上がってるので、これからちょっと解説していきたいと思います。ちなみに、この僕が着てるのが不屈のスーツ TTT の紺のバージョンですね、ネイビー。非常に深いこの色合いが特徴ですね。なんですけれど素材はですねポリエステルで2ウェイストレッチ360度ですね、もうこのぐらいこう伸びるんですよ。こんないけちゃうんですね。ちょっとねシャカシャカしてるんですけど、それも春夏なんで非常にかっこいいんじゃないかなというふうに思います。でこの僕の隣にある方が不屈のスーツ TTT の黒のモードタイプです。モードタイプは今までのですね超最強スーツと同じように2ボタンでちょっとゴージの位置が低くなってます。で僕が着ているクラシックのタイプの方は3ボタンで段階入りですね、いわゆるクラシックな、まあ、イタリアンテイスト、それをですね忠実に再現しつつアップデートしています。皆さん、気になるのが値段だと思うんですけど、ジャケット、これがですね、29,000円です。そしてパンツの方がこっちですね、ツープリーツの、これが15,000円、足すと44,000円です。非常に、こなれた金額じゃないかなというふうに思いますので、皆さんぜひですねトライしていただいて、かっこいい、スーツ姿を、ぜひ見せていただければと思います。すいません、一点忘れてました。従来の超最強スーツファンの方ももちろんたくさんいらっしゃるんですよね。その方のために超最強スーツ2018春夏っていう、これもですねもちろん用意してますので、その動画は次回ご期待ください。ということで皆様、天下一おしゃれ舞踏会を開催することになりました。すごい。で何ですかそれ。このですね、はい、スーツを買っていただいて、はい、で着ていただいて、はい、コーディネートして、コーディネートして、はい、一番かっこいいコーディネートで、ぜひですねインスタグラムでこのハッシュタグをつけて投稿してください。面白そう。そうすると私たちがいいねをしたり、星野さんが採点をしたりして、はい、1位から3位まで決定するんですね。決定します。3名の方にはなんと UL さんで超豪華なハワイ旅行じゃなくてすごい商品券が当たったりするらしいんですよ。おもうぜひ応募していただかなくちゃダメですね。もう僕応募したいです。はい、ということでどしどしご応募待ってます。